You haven't heard of CrossFit? Let me tell you about CrossFit. CrossFit is a lifestyle in which you are prioritizing your health. The ability to do many different things at a high level of intensity. I think it's the absolute best way to help you reach your fitness goals. For me, it's making me happy. A fun way to get fit with like-minded people. The last person finishing is just as important as the first one. It's this team atmosphere that ends up making you better as an individual. Camaraderie, that family that you end up building, and the energy that you get back from it yourself. That's CrossFit to me. When you come to a CrossFit gym, everybody knows your name, everybody loves you, and you're a part of something bigger than just getting a workout. CrossFit gave me that something extra that I kind of needed in life. It's my outlet. I love it. It's my passion. It's commitment. CrossFit is a sport now. I like the challenge. I compete with myself. I'm healthier. I am stronger. Even though I was sore, I was, you know, get a little discouraged. You know, I felt accountable to my community, or I felt accountable to my class, because they were looking for me there. Finding CrossFit and having to work really dang hard for whatever your goal is, whether it's to compete or just get a damn pull-up. I love it, because the workout's different every day. I can come in and I don't know what I'm doing. Everyone is welcoming. Everyone is cheering you on. They don't let you quit, even if you want to quit. We all share this experience, which is emotional. It doesn't look emotional, it looks like people working out, but it's emotional. I mean, it's raw, it's intense, it's incredible, it's freaking awesome. I'm gonna keep doing it for a long time, I hope. CrossFit to me is a fitness program where the reward for doing well is the ability to express your fitness in everyday life in as many different planes or as many different activities that you can possibly imagine. People walk through the door and say, hey, where's all the machines? Where are the machines?源氏です、クロスフィットのプロモーション動画見てもらいました。本社が出してる動画にサブタイトル字幕をつけて編集してみたんですけど、いかがだったりしたでしょうか。もちろん CM っぽい内容っていうか、すごいいいことばっかり言ってるんですけど、ちょっと疑わしいと思ってる人もいると思います。ちょっと大げさやなとか、あんな仲間意識クロスフィットでつくんかとか思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、結構あれ当たってます。すごいコミュニティにフォーカスしてるビデオやったんで、なんかフィットネス以外の部分の話が多かったと思うんですけど、まずコミュニティに関して言うと、個人スポーツなんですけど、ジムに着いた時にワークアウトをみんなでシェアするんで、やっぱりそういった点では競争心も生まれるし、お互いに応援し合おうとか、あ、何々さん何キロ上げれるようになってるとか、すごいフォーム上手になってる、私も頑張ろうとか、そういう自分も頑張ったら人に影響力を与えるし、誰かが頑張ってたらその人にインスパイアされて自分も頑張るっていう相乗効果は間違いなくクロスフィットジムの醍醐味やと思います。結構これはビデオ、ええ感じで表現できてるなと思って、 そこはやっぱりクロスフィットコミュニティが、仲間が、自分のにもたらす、なんて言っていいかな、ポジティブな効果っていうか、僕もフィットネスジムで働いてたりとか、社会人で仕事し始めて、クロスフィットやっぱフィットネスジムで働いてた頃はクロスフィットのことなんて知らなかったんで、ただただお客さんに個人でアプローチして、その人が元気になってくれたらいいとか、別にお客さんコミュニティに属してる属してないとか関係なかったんですけど、クロスフィットを始めてからやっぱりその人にインスパイアされるとか、あ、自分も頑張ろうって思える能力がついたなっていうのを感じてて、これは前もお話ししたかな、ビデオの話とか忘れましたけど、クロスフィットだけ、フィットネスだけじゃなくてね、プライベートにもそのエネルギーっていうか、あ、ここ弱点だからここ改善しようとか、ここできるようになったから次このレベル目指してみようとかね。例えば僕だったら英語かな、英語を22歳からずっと勉強してるんですけど、自分がいつか壁にぶち当たった時にそこどうやったら克服できるかなとか、そしたら自分の中である目標を見つけてそこまでたどり着くためにの方法を探ったりとかね、
常に自分をバージョンアップさせたいみたいなマインドセット、考え方はクロスフィットのおかげでついたかなと思います。で、あと一個はコミュニティに関して否定的なことを言うとすれば、おっちゃんがアカウンタブル、責任義務って言ったらいいかな、ちょっと日本語で何て言っていいか分かんないんですけど、しんどいのに気分が落ち込んでるのに仲間がいてるからジムに行こうっていうことを言ってたと思うんですけど、これ実際に起きる人もいらっしゃると思います。例えば別にクロスフィット関係なくランニングサークルに所属してるとか、何かのチームスポーツ、草サッカーにやってるとかで、ね、あ今日しんどいなとか、ちょっと仕事終わって生きてないなとか思ってても、あ誰々さん言ってるし行かなみたいな時多分あると思います。僕も実際ありましたけど、でもこれって下手すると怪我します。筋肉痛めっちゃ残ってんのに、気分乗ってないのにジム行って、あ行ってよかった、明日も頑張ろうと思える時もあるんですけど、もうヘトヘトに疲れてて、これもう体動かへん時に行って無理すると怪我するってことがあるんで気をつけてください。例えば僕の例で言うと、僕クロスフィット始めたての時に博多行ったんですよ。で博多の海で泳いだ後にヘトヘトに疲れてんのに、もう今日しかないと思ってクロスフィット博多にドロップインしたんですね。でドロップインした時にデッドリフトやったかな、デッドリフトで90キロぐらいで、普段全然持てる重さやったんですけど、いきなり腰ギクってなって、ブヤッパーってなって、その後もワークアウト動けへんくなって、ドロップインしていきなり腰怪我するっていうバリダサいパターンに僕の場合はなりました。なんで皆さんももしそういうヘトヘトの状態とかがある時は無理していかん方がいいです。それ以外は本当にビデオいい感じでプロモーションできてるかな。でその他で言うとスポーツの面のクロスフィット、これはもうやってみないとわからないと思います。みんなやり始めてトレーニングしてし始めて、だんだん成長してきたらクロスフィットオープンとか、何かそのジムでやってるスローダウンとかに参加して、うわクロスフィットってトレーニング方法でありつつこういう風に競争もできるんだとか、コンペティティブ、競争、なんていうか競技性があるんだっていう側面を見ると、やっぱりそこから競技性にハマって、どんどんアスリートになりたいって思う人も出てくると思うし、いや私はもうコンピート競争なんかしたくないから、自分のペースでフィットネス楽しみたいっていう、それはもう人それぞれ楽しみ方があると思うんで、でもしスポーツの競技性について興味を持たれてる人はこのビデオ、クロスフィット以前のネロさんがクロスフィットの競技性についてお話しされてるビデオをこの間見つけたんで、これリンク貼っときますし、ぜひ見てください。めちゃくちゃ簡潔にまとめられて、クロスフィットがどういうスポーツなんだとか、どういうことがトレーニングできるんだっていうのが分かりやすいビデオでした。で最後ですね、ジムについてジェイソン・カリパーっていう元アスリートの人がどこにマシンがあるんだ、俺たちがマシンなんだって言ってたと思うんですけども、あれも面白い表現で、クロスフィットジムに行くと、例えば僕エニタイムフィットネスも行ってるんですけど、マシンないです。バーベルとかクロスフィットリグとかリングとか GHD シットアップとか、あとそのことだローイングとかバイクとかね、クロスフィットワークアウトで使う機材が揃えられてます。それはクロスフィットで鍛えられる10個の能力をトレーニングするために必要な機材だから、そこにマシンとは違って置かれてるんですけども、俺たちがマシンなんだっていうのは、もう俺たちがもうファンクショナル、機能的になってどんどん動けるようなものになるんだっていうような感じなんですかね。ちょっとまだね別の動画でじゃあクロスフィットので手に入れる能力とジムに普通のジムに行った時にどういう違いが生まれてくるかっていうのを僕の経験を通して一回お話しできるような動画が作れればなと思います。今日はこんな感じです。また次の動画で、お会いしましょう。動画を見て面白いと思ってくれた方はいいねボタン、あとはチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。